見事金メダル獲得となりました吉田司選手です。おめでとうございます。ありがとうございます。いや激しい戦いを見事制して大会3連覇を飾りました。今の気持ちを聞かせてください。はい、3連覇なんてできると思ってなかったのですごい嬉しいです。はい、この階級に吉田というのを改めて見せることができたと思います。はい、ありがとうございます。今回戦う上でどんな気持ちで戦ってたんでしょうか。そうですね、あんまり新しいことをやろうってそういうふうにあんまり思ってなくて、自分が今までしてきた柔道を信じて継続して出したら優勝できるんじゃないかっていうふうに思ってたので、優勝できてそういうふうに優勝できてよかったです。はい。まあ、今年は世界選手権一つあと一つというところで届かなかったものがありますが、まあ、それを来年どうでしょう、取り返しに行くための大きなステップになったかと思います。はい、まあ、世界選手権で優勝してここも優勝してってなったらよかったんですけど、やっぱりそれはできなかったんで、まあ、一つ一つの大会で優勝するってことがまず目標です。はい、このグランドスラム東京の金メダル、今回の3回目の金メダルは吉田さんにとってどんな金メダルになりそうですか。そうですね、まだオリンピックまではまだまだ時間あるので、いいスタートが切れたかなと思います。はい、さあこれからも厳しい戦い続いていくと思いますけれども、どんな柔道を見せていきたいですか。そうですね、粘り強さが私の良さだと思うので、粘り強さと根気とそれだけでも、あと気持ちとそれだけでも一番になって、もっともっと上を目指していきたいなって思います。はい、どうでしょう、非常に素敵な笑顔がさっきからこぼれていますけれども、嬉しい、ほっとした、どんな感情が今一番強いんでしょう。なんか結構あんまり調子も良くなかったんで、すごい不安な気持ちがあったんで、ちょっとほっとしてるっていう気持ちがあります。はい、ただやはり結果を出したことでまたまた今度つながっていきますね。はい、ありがとうございます。見事銀メダル獲得でした。おめでとうございました。ありがとうございました。